7回目。はい、どうも、お疲れさんで、第4週の授業にの後にやってるフォローアップですね。お疲れ様です。で、ちょっとあの、綺麗な方でね、ナビ見ながら、やりましたよね。はい。はい。いきますよ。問題ですか？あの前期の方はそれほどこういう過去問の練習なかったんですけども、最後の方はですね、もうこの過去問を解きながらそこの単元を復習する、そういう授業のスタイルがメインになっています。まあ、これはこう第4週ですので、まず初期の頃問題を解いて復習してみようという感じですが、深く勉強する時期です、こちらは。ちゃんと勉強してるかどうか。もう これ10秒か15秒で答えなきゃいけない問題ですけど、一応30秒ね。はい、はい、ますよ。まず皆さんミュートして静かにして、私が答えの番号を順番に言っていくから、その時にはいを言ってくださいね。まずは静かに、いいですか？用意、ドン。まあ、あの専門用語で組織ね。組織。いろんな組織に運びますよって、最終的には細胞だけどね。はい、組織っていう言葉をよく使います、組織。で、右と左に分かれました。こっちが右とするね。はい、こっちが左ね。はい、右心室はどっちにありますか？もう右って書いてある。右の下です。右の下です。右心室が2番ね。2番。はい。右心房は1番。右の上。三線弁はどこにありますか？一番真ん中。真ん中。どこの真ん中？真ん中の、あの、右の方の弁。もし、ここだよね。はい。二番。1から2に血液が流れるところね。三線弁あるね。はい。はい、そういう話をね、近いうちにやって、このように過去問を解くのはまあ一つなんですけども、そこの単元の復習をする、そういうスタイルになっています。かなりこう時間割いて復習しております。できます。まあ、そういう時のためにこういうあの体の作りをしっかりね、理解しておかないといけないということなんですね。吸収する。消化吸収って言うでしょ？消化吸収にいいってよく言うよね。あの、この薬消化吸収にいいでしょうってね。ああ、はい、聞いたことあります。あるよね。はい。これ消化と吸収分かれてるの。消化っていうのはちっちゃいものに変えていくのを消化っていうのね。で、血液の中に取り込むことを吸収っていうの。吸収、アブソルト。で、吸収は、普通は小腸で吸収されていきます、栄養は。あと、水分。丸。
丸。丸ね。丸い。自信持ってね。ボタン。写真棒が変に震えることは何て言いました？はい。写真棒が変に震えること。ブルブルブル。心房細動。心脈、心脈、細動だっけ？心房細動。あ、心房細動。心房細動。それが不整脈のことですよってね。心脈。ね。不整脈なんて何ができる？血栓。あの血栓。血栓がたくさんできちゃう。それが脳に行ったら脳梗塞の中の脳塞栓なのね。脳塞栓。あれ。ああ、塞栓。脳塞栓。完全に詰まる方の脳梗塞ね。なっちゃうって話しました。ならね、言葉が並んでくると、うん、どうだったっけって、ね、迷うよね、はい、あの絵で見たら分かってもねこういう言葉で出てくるからね、うん、そうですね、はい、丸丸丸です丸だよね丸、はい、ここちょっと分かりにくくなるのが、うん、膵臓で分泌するグルカゴンとかインスリンはこれは消化液ではありません。うん、あくまでもホルモンです。ホルモン。でも膵臓で消化液も作って分泌しますよな。分泌する。胆汁は何を消化する役目？